例えばさ、まあ、僕はコンビニでクビになったから やめちゃったんだけど、コンビニって、なんか、シフトに入る人が結構少なくてさ、なんか、突然休んだ人がいるから、ここ入ってくださいよとかさ、で、ちゃんと受ける真面目な人っているんだよね。で、やっぱ、正月とかさ、クリスマスとかさ、みんな入りたがらないけどさ、でも、お願いしますよって言われたらさ、やっぱ、入っちゃうじゃん、いい人は。で、ずっと使い続けられるわけじゃん。あ、違う。クビになってるんじゃないんだ。自分で辞めるって言ったんだけど、今までの中で一番最悪のバイトでしたって言われたんだ。だから、クビにはなってない。まあいいや。で、まあファミリーマートです。だから悪いことしたわけではないんですよ。僕、コンビニで、仕事としてはちゃんとやっていて、お客さん対応とかも全部してたんですけど、ただ、僕は必ず漫画を読んでました。コンビニで店員をしてるときに。だ普通にお客さん来たらお客さん対応するし、いらっしゃいませとかも言うし、品出しなきゃいけないと思ったら品出しをするんですけども、それ以外の時間帯、必ず漫画読んでました。で、しかも、座って読んでました。だって、暇だしさ。で、別になんか、立ってなくてもいいじゃん。だから、こう、座って、こう、漫画読んで、はーってやってて、で、お客さん来たら、ちゃんとお客さん対応するよ、もちろん。だから、お客さん的には、困ることはないんですよ。で、だから、特に問題はなかったと思うんですけど、あんま気に食わなかったですね。そう、だから、店員のおしゃべり、だってさ、店員がさ、漫画読んでたって別にいいっしょ？なんか気にする？あいつ漫画読んでるみたいな。監視カメラでバレたんじゃなくて、店長が来てる時でも漫画読んでました。基本的にいつも読んでたんで。だから、別にだからお客さん的には僕が嫌な店員だ感はないと思うのよ。ちょっと影になるところで座って漫画読んでるのが見えないし。で、お客さん入ってきたらいらっしゃいませってちゃんと言ってるから、客がいる感もちゃんと伝わってるから、だから全然問題なかったはずなんだけど、でもなんか気に食わなかったですね。まあまあ、そんな感じなんですけども、ただ、それでまあ僕はコンビニを辞めたんだけど、ただコンビニを何十年もやっていく人とか、まあ、ピザ屋でもバイトしたことなんだけど、ピザ屋を何十年もやっていく人もいるわけですよ。で、万引きされても気づかない。大丈夫です。立ってても気づかないです。まあいいや。で、そういう感じで、スキルにならないことをやり続けてしまうのって、生活のためなんですよ。だから、じゃあさ、その人がさ、本当にコンビニのバイトをすげえしたいのかっていうのでしてるんならいいんだけど、お金が欲しいからコンビニのバイトをしてるわけじゃないですか。で、それをすることによって、その人は時間を金銭に換算してるんですけど、本当に金銭しか手に入ってないんですよ。例えばさ、他のさ、普通の会社に入りましたと。で、コンビニじゃない会社に入った場合って、例えばじゃあさ、営業で連れてかれましたっていうでさ、でも営業で連れてかれることによってさ、お客さんっていうのがあって、客先っていうのを見て、で、営業の仕方っていうのを覚えて、で、会社に戻ったらさ、会社で企画書の作り方とかさ、じゃあ会社のなんか、社内政治でこうやって物事を進めるんだとかさ、まあ、コネクションだったりとかさ、いろんな知識なスキルっていうのが手に入るんですよ。だから、それで別になんか時給超安いですとかで働いてたとしても、1年後とかにはそれなりのスキルっていうのが手に入ったりするのですよ。で、そのスキルっていうのは、じゃあその会社を辞めたとしても活かせる可能性があるんですよ。ただ、じゃあコンビニエンスストアで働いて他のところに行って活かせるスキルって何ですかっていうと、まあ、僕がコンビニで働いた限りは、コンビニちょろいなという知識ですよね。で、あと、コンビニ住まいもしないです。あと、在庫管理ができるのはちょっと上の立場の人です。僕、そこまでいかなかったです。で、例えばさ、僕ね、スーパーでバイトしたことがあって、で、その時に、うなぎのかば焼きの、え？うん？牛、なんだ？牛、なんだっけ？牛三つ牛じゃない、なんだっけ？うなぎなんだっけ？ なんだっけ？うなぎの、ちょっと、ごめん、土用の牛の日、そう、土用の牛の日。土用の牛の日の時に、
うなぎの対面ウインナーとか、本当ごめんね、語彙力なくて。自分びっくりするわ。土用の丑の日の時に、うなぎを売るっていうのをやってたんですよ。スーパーのバイトの一環で。で、僕、地声でかいんですよ。で、売り方っていうのもなんとなく分かったんですよ。なんだろうね。やみくもに大声出してもしょうがなくて、で、売れる時間と売れない時間ってあるんですけど、僕が売れる時間だと思ってる時間って、人が少ない時間なんですよ。人が多い時間っていうのは、まあ、そこそこ回るんだけど、人がいない時間って、例えば僕がここでうなぎ売ってる時に通路に誰一人いなかったりするんですよ。で、そこにお客さん来るじゃないですか。で、僕基本、めっちゃでかい声でうなぎ売るんですよ。で、すげえでかい声で言ってるんだけど、言ってんのこの人に向かってだけなんですよ。で、そうすると、日本人って、なんかちょっと申し訳ないなと思って、買っちゃうんですよ。あと、買わないとこいつずっと言ってんだろうなっていうのも、あるんだと思うんだけど、結構買うんですよ。なので、人がいない時間帯の方が、結構売れるんですよ。で、これ僕が、そうそう、ごめん買うってあるんだもんだけど、だって、なんか買いたいものがあってその通路あるんだけどさ、そのちょうど大学生入る前から、浪人生だから19歳の若者がさ、すげえ大きな声でさ、うなぎいかがでしょうかって言ってるわけですよ。したら、どうせさ、うなぎ絶対食いたくないわけじゃないのよ。まあ、その、土用の牛の日だから、まあ買ってもいいかなぐらいなわけですよ。そうすると、まあまあ買っちゃうかってなるわけですよ。っていうお話。っていうものを、スキルが手に入るわけですよ。要は、普通さ、お客さんが多い時に言った方が、効率が高いと思うんですよ。これ普通ね。でも、実は、人は多くない時の方が落としやすい。で、そこを落とし方っていうのはこうだっていうスキルを僕は手に入れたんですよ。うなぎをやったわけでね。っていう、その、スキルが増えるかどうかというお話で、で、コンビニも多分ね、1年間やると、その1年間のスキルはあるんだけど、で、コンビニを3年やった人と5年やった人で、どういうスキルの差が出るかっていうと、まあ、ほぼないと思うんですよ。うん、今どこでそのスキルを使ってるの？一生懸命でその人のためだけに行動した人に対しては、何かをしなければならない、返さなければならないと思い込む日本人が多いという知識です。ってね、言ったの。だからね、なんだろうね。これでわかるかな？なんか、例えばじゃあ、さっきのさ、アメーバビジョンの話でもいいわけですよ。で、企画を通すときにさ、大勢いると、誰かが断るだろうってなるんだけど、相手が一人だと、その人が断らなきゃいけないわけじゃん。で、この人が断ったときのリスクも負わなきゃいけないわけですよ。だからなんか、言い方悪いんだけどさ、例えばさ、なんか2チャンネルとかニコニコ動画とかやっていた西村博之って男が来たわけですよ。で、企画を持ってきましたと。でさ、その、サイバービジョンの新入社員の人がさ、それ断ったら後で超怒られるかもしれないじゃん。だって、本当はすごい企画なのかもしれないじゃん。その人がわからないだけで。そしたら、わかんなかったら上に上げるよね。っていうので、人を落とすテクニックだったりするわけですよ。ちょっと、お人よしっていうのはね、カモにされるんですよ。本当にね、ありがたいことです。日本人はお人よし多いんでね。っていうのを、こう、わかるかどうかっていうのが経験だったりするわけです。だから、そういう意味で僕、いろんなバイトはしてるんですけども、結構、ためになってますよ。アダルト裏ビデオのチラシを、ひたすら笹塚のアパートに入れ続ける仕事とかしてましたけど、だから、笹塚のアパート、マンションと細かい路地とか超詳しいですよ、僕。それ、たまたま笹塚で最初に事務所に行って、で、ここ担当、この地域に担当してくださいって地図を渡されて、で、その地域のアパートにひたすらこうチラシを入れていくっていう仕事をしてたことあるんですよ。結構時給というか、日給が良かったんですよ。これでね、何のスキルがついたかっていうとね、なんだろうなぁ。まあ、住所読めるようになったかな。
あの、番地を言われて、番地で、その、行けるかどうかっていうのが結構あって、まあ今、Google のマップがあるからあんま関係ないんだけど、あの、例えばさ、なんか、2のなんちゃらの何みたいなさ、番地を言われた時に、あの、じゃあこの5番地で、16がこっちだと、こっちが行って17、18、19って増えるなとか、っていうあの、普通に住所の番地の付け方って、規則性があるんだけど、結構それ知らない人が多くて、そんなところ、あとなんだろう。あの、あ、ピザ屋でもね、まあ、ピザ屋もやったんだけどね、ピザ屋はね、また違うんですよ。ピザ屋はね、ピザ屋の制服を着てると、どこにでも入れるっていう特権なんですよ。あの、普通入れないようななんかマンションとかあるじゃないですか。オートロックとか。で、どんなとこでも、ピザ屋の制服を着て歩いてると、誰も止めない。なので、あの、なんか、高級マンションみたいなところで、これどんなところなのかなみたいなところって、あの、ピザ屋の制服着てると、こう、誰かが入った時に、こう、あ、お疲れ様ですって言って、こう、わーって入っていくと、もう入れるんですよ。で、これ実はマンションにも限らなくて、あの、北区のね、十条にあるね、入国管理局っていうのがあるんですけどね、あそこもね、全然入れるんですよ。まあ、それは注文が来てから入ったんだけど、あの、その、入管の入り口の警備員さんに、あ、ピザですって言うと、本当にピザを頼んだかどうかなんて確認は取らないんですよ。で、警備員の人に、あ、ピザですって言ったら、お疲れ様ですって言って入って、で、中入って、で、その、部署とかも別にあの、もう誰も見てないわけですよ。だから、中入って、好きなとこ全然行けるんだよね。まあ一応、ピザ屋でピザ届けてお金もらったけど、お、アジンかなって書いてあるね。そうそうそう。だから、あのね、ピザ屋の制服着て、ピザの宅配ですって言って止められたことは一度もない。あの、本来であれば、その中何部の何々さんですかみたいな確認プロセスが必要だと思うんだけど、あの、そういうプロセスを受けたことが一度もない。だからね、ピザ屋は結構便利。っていう知識を得たのは僕がピザ屋になったからです。クビになってるんじゃないんだ。あの、自分で辞めるって言ったんだけど、今までの中で一番最悪のバイトでしたって言われたんだ。だから、首にはなってない。うん。まあいいや。で、まあその、ファミリーマートです。はい。あ、だから悪いことしたわけではないんですよ。あの、僕、コンビニで、あの、仕事としてはちゃんとやっていて、お客さん対応とかも全部してたんですけど、ただ、僕は必ず漫画を読んでました。コンビニで店員をしてるときに。だ普通にお客さん来たらお客さん対応するし、いらっしゃいませとかも言うし、あの、品出しなきゃいけないことは品出しをするんですけども、それ以外の時間帯必ず漫画読んでました。で、しかも座って読んでました。その、なんだろう。だって、暇だしさ。で、別になんか立ってなくてもいいじゃん。だからこう、座って、こう漫画読んで、ふーんってやってて、で、お客さん来たらちゃんとお客さん対応するよ、もちろん。だから、お客さん的には、あの、困ることはないんですよ。で、なんか、だから特に問題はなかったと思うんですけど、なんか、あんま気に食わなかったみたいですね。うん、そう、だから店員のおしゃべり、だってさ、店員がさ、漫画読んでたって別にいいっしょ？なんか気にする？あいつ漫画読んでるみたいな。あの、監視カメラでバレたんじゃなくて、店長が来てる時でも漫画読んでました。あの、基本的にいつも読んでたんで。だから、別にだからお客さん的には僕が嫌な店員だ感はないと思うのよ。あの、ちょっと影になるところで座って漫画読んでたから見えないし。で、あの、お客さん入ってきたらいらっしゃいませってちゃんと言ってるから、客がいる感もちゃんと伝わってるから、だから全然問題なかったはずなんだけど、だから、でもなんか気に食わなかったですね。はい。まあまあ、そんな感じなんですけども。だから、それでまあ僕はコンビニは辞めたんだけど、あの、ただコンビニを何十年もやっていく人とか、その、まあ、ピザ屋でもバイトしたことなんだけど、ピザ屋を何十年もやっていく人もいるわけですよ。で、万引きされても気づかない。大丈夫です。立ってても気づかないです。まあいいや。で、そういう感じで、その、スキルにならないことをやり続けてしまうのって、あの、生活のためなんですよ。だからその、じゃあさ、その人がさ、本当にコンビニのバイトをすげえしたいのかっていうのでしてるんならいいんだけど、その、お金が欲しいからコンビニのバイトをしてるわけじゃないですか。で、それをすることによってその人は時間を金銭に換算してるんですけど、あの、本当に金銭しか手に入ってないんですよ。
例えばさ、他のさ、普通の会社に入りましたと。で、コンビニじゃない会社に入った場合って、その、例えばじゃあさ、営業で連れてかれましたっていうでさ、でも営業で連れてかれることによってさ、お客さんっていうのがあって、客先っていうのを見て、で、営業の仕方っていう。で、別になんか、立ってなくてもいいじゃん。だからこう、座って、こう漫画読んで、ふーんってやってて、で、お客さん来たらちゃんとお客さん対応するよ、もちろん。だから、お客さん的には、困ることはないんですよ。で、だから特に問題はなかったと思うんですけど、なんか、あんま気に食わなかったみたいですね。そう、だから、店員のおしゃべり、だってさ、店員がさ、漫画読んでたって別にいいっしょ？なんか気にする？あいつ漫画読んでるみたいな。監視カメラでバレたんじゃなくて、店長が来てる時でも漫画読んでました。基本的にいつも読んでたんで。だから、別にだからお客さん的には僕が嫌な店員だ感はないと思うのよ。ちょっと影になるところで座って漫画読んでたから見えないし。で、お客さん入ってきたらいらっしゃいませってちゃんと言ってるから、客がいる感もちゃんと伝わってるから、だから全然問題なかったはずなんだけど、だから、でもなんか気に食わなかったですね。はい。まあまあ、そんな感じなんですけども。だから、それで、まあ僕はコンビニは辞めたんだけど、ただコンビニを何十年もやっていく人とか、まあ、ピザ屋でもバイトしたことなんだけど、ピザ屋を何十年もやっていく人もいるわけですよ。で、万引きされても気づかない。大丈夫です。立ってても気づかないです。まあいいや。で、そういう感じで、スキルにならないことをやり続けてしまうのって、生活のためなんですよ。だからじゃあさ、その人がさ、本当にコンビニのバイトをすげえしたいのかっていうのでしてるんならいいんだけど、お金が欲しいからコンビニのバイトをしてるわけじゃないですか。で、それをすることによって、その人は時間を金銭に換算してるんですけど、本当に金銭しか手に入ってないんですよ。例えばさ、他のさ、普通の会社に入りましたと。で、コンビニじゃない会社に入った場合って、例えばじゃあさ、営業で連れてかれましたっていうでさ、でも営業で連れてかれることによってさ、お客さんっていうのがあって、客先っていうのを見て、で、営業の仕方っていうのを覚えて、で、会社に戻ったらさ、会社で企画書の作り方とかさ、じゃあ会社のなんか、社内政治でこうやって物事を進めるんだとかさ、まあコネクションだったりとかさ、いろんな知識なりスキルっていうのが手に入るんですよ。だから、それで、別になんか時給超安いですとかで働いてたとしても、一年後とかには、それなりのスキルっていうのが手に入ったりするのですよ。で、そのスキルっていうのは、じゃあその会社を辞めたとしても活かせる可能性があるんですよ。ただ、じゃあコンビニエンスストアで働いて、他のところに行って活かせるスキルって何ですかっていうと、まあ、僕がコンビニで働いた限りは、コンビニちょろいなという知識ですよね。で、あと、コンビニ住まいもしないです。さ、すげえ大きな声でさ、うなぎいかがでしょうかって言ってるわけですよ。したら、どうせさ、うなぎ絶対食いたくないわけじゃないのよ。まあ、土用の牛の日だから、まあ、買ってもいいかなぐらいなわけですよ。そうすると、まあまあ、買っちゃうかってなるわけですよ。っていうお話。っていうものを、スキルが手に入るわけですよ。要は、普通さ、お客さんが多い時に言った方が、効率が高いと思うんですよ。これ普通ね。でも、実は、人は多くない時の方が落としやすい。で、そこを落とす落とし方っていうのはこうだっていうスキルを僕は手に入れたんですよ。うなぎをやったわけでね。っていう、スキルが増えるかどうかというお話で。で、コンビニも多分ね、1年間やると、その1年間のスキルはあるんだけど、で、コンビニを3年やった人と5年やった人で、どういうスキルの差が出るかっていうと、まあ、ほぼないと思うんですよ。うん、今どこでそのスキルを使ってるの？一生懸命でその人のためだけに行動した人に対しては何かをしなければならない、返さなければならないと思い込む日本人が多いという知識です。って書いたの。だからね、これでわかるかな？例えばじゃあさっきのさ、アメーバビジョンの話でもいいわけですよ。で、企画を通すときにさ、大勢いると誰かが断るだろうってなるんだけど、相手が一人だと、その人が断らなきゃいけないわけじゃん。
で、この人が断った時のリスクも負わなきゃいけないわけですよ。だからなんか、言い方悪いんだけどさ、例えばさ、なんか2チャンネルとかニコニコ動画とかやっていた西村博之って男が来たわけですよ。で、企画を持ってきましたと。でさ、その、サイバービジョンの新入社員の人がさ、それ断ったら後で超怒られるかもしれないじゃん。だって、本当はすごい企画なのかもしれないじゃん。その人がわからないだけで。そしたら、わかんなかったら上に上げるよね。っていうので、人を落とすテクニックだったりするわけですよ。そうそう、お人よしっていうのはね、カモにされるんですよ。本当にね、ありがたいことです。日本人お人よし多いんでね。っていうのを、こう、わかるかどうかっていうのが経験だったりするわけです。だから、そういう意味で僕いろんなバイトはしてるんですけども、結構ためになってますよ。アダルト裏ビデオのチラシをひたすら笹塚のアパートに入れ続ける仕事とかしてましたけど。だから、笹塚のアパートマンションと細かい路地とか超詳しいですよ、僕。それたまたま笹塚でなんかね、最初に事務所に行って、で、ここ担当、この地域に担当してください。